カゴのブラシです。今回は関西サッカーリーグ第11節おこしやす京都 AC 対関大クラブ2010の試合をレポートいたします。会場は滋賀県のビッグレイクではなく、直前でアクアパルコ落栽での試合に変更されました。空は見ての通り快晴、素晴らしい天気と言いたいところですが、めっちゃくちゃ暑かったです。そりゃそうだ。ここまでの10試合で7勝3分け、首位に立つおこしやす京都 AC ですけれども、2位のアルテリーボ和歌山が2ポイント差で追ってきてます。1試合落とせば逆転もありえる差、勝利を続けていかなければなりませんね。そして一方の関大クラブ2010、昨季2部を優勝して昇格に成功したクラブなんですが、10試合で1勝9敗と調子に乗れません。最下位に沈んでいます。得点がまだ5しかない一方で失点が44、攻守にわたってうまくいかないシーズンが続いています。試合は徐々に暑さを増す午前11時半にキックオフ。首位と最下位の対戦とあって、内容は一方的と言えるようなものでした。序盤からおこしやす京都 AC がボールを支配して攻め込んでいきます。しかし関大クラブ2010は5バックで守りを固め、中央で体を張ってディフェンス、攻撃ではワントップの新保宗太郎選手を生かしたカウンターにかけ、リスクを最小限に抑えて戦いました。中央に人数をかけたブロックをなかなか崩せず、おこしやす京都 AC は前半でゴールを奪うことができません。44分には早くも2人の交代を行います。守屋隆仁選手と新加入の堤誠二選手を投入しましたが、ハーフタイムを0対0で迎えることになりました。ところが後半は全く違った展開になります。そのきっかけになったのが50分の先制ゴールでした。おこしやす京都 AC の守屋隆仁選手がペナルティーエリアでのプレスでボールを奪って左から折り返し、青戸翔選手がこれをシュートに持ち込みネットを揺らしました。おこしやす京都 AC 後半開始直後についにリードを奪います。そこからはおこしやす京都 AC のケチャップがドバドバ出ました。53分には右サイドバックから攻撃参加した堤選手が角度のないところから強烈なシュートを叩き込んで追加点でした。65分には中央でのパスワークから守屋選手が飛び出してゴール。さらに77分には途中出場の原和樹選手が4点目。81分には右からのクロスを合わせた平石直人選手が5点目を決めました。そして90分、アディショナルタイム3分と、これまた途中出場のイブラヒム選手が追加点を奪い、終わってみれば7対0。おこしやす京都 AC が後半だけで7ゴールを叩き出し、この試合を勝利で終えました。まあ前半ああやって引かれて厳しい戦い方で、まあ前半でなんとか1点取りたかったですけど、まあそこは切り替えて後半巻いてきたところをまあどんどん点取れたらというところで狙ってたんで、まあ、そこを練習通りで自分の形で決めれたんで、練習の成果があったかなと思います。まあ、ちょっと相手のペースがゆっくりだったりして、ちょっと慌てるところはあったんですけど、まあ、そこの中でコミュニケーション取って、まあ、やっていこうってあったんで、後半につながってよかったです。はい。まあ、チームとしてやってる攻撃のところでポジション取るところだったり幅取るところ、そこでボックスの中でどんだけ仕事できるかってところで、まあ、自分個人としてもそこ課題でもあるんで、まあ、ボックス入ったところでいかに点に絡めるかっていうところ、そこをもっともっと精度を上げていきたいです。はい。まあ、来週大事な試合がハリマ戦があるので、そこで 100% 以上の力をチームで出すので、ぜひとも会場に運んでいただきパワーを送ってください。お願いします。久々だったんです本当ですね、なかなか全然呼ばれないからあれ
まあ、前半の途中から自分が入って、まあ、本当に流れ変えてやろうって気持ちで入ったんで、まあ、前半は取れなかったですけど後半点取れて、まあ、いい形で終われたのかなと思います。まあ、最初クロスも考えたんですけど、やっぱゴール前だったんで自分で打つことを決めて、まあ、打った結果、まあ、少し当たり損ねだったんですけど、まあ、いいコースで入ったのかなと思います。いや、ずっとフォワードやってきて、まあ、福島ユナイテッドの方でサイドをもう少しやりながら、まあ、起こしやすきょうとでもサイドバック今やってますけど、そんな感じです。だいぶ慣れてきたって言えば慣れてきたんですけど、まだまだ全然の部分もあると思うんで、そこはもっともっと高めあっていきたいなと思います。まあでも大分も福島も本当に暑かったんで、で、まあ、京都も暑いし、まあ、結局暑いには変わりないのかなと思いますまあ次首位攻防戦ということで絶対勝ち点3大事になると思うんで、まず来週必ず勝って自分の力で JFL 昇格に導けるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。土井選手でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、まずはもうこの酷暑の中、もう選手は90分間最後までしっかり戦ってくれたと思いますし、本当にあの感謝の思いでいっぱいです。で、まあ、前半、まあ、相手のブロックにちょっと手こずった部分はありましたけども、まあ、試合前からあのここ2試合神田さんは立ち上がり先制点も取っていましたし、あの耐えているっていうのもデータとしても出ていましたので、まあ、そこを伝えて試合に臨んだところもあり、まあ、少しちょっと点に焦った部分は見えたんですけども、そこがジャブになって、まあ、後半にしっかり取れたということはあのすごく良かったというふうに考えております。まあ、ただやっぱそのブロック前半からどうこじ開けていくかっていうところは課題としてありますし、まあ、実際にシュート数で言っても前半7本で後半20本っていうところで、後半の部分を前半から出していって前半から点を取っていくっていうところにやっぱチームとしてあの一つ課題として持って今後は取り組んでいきたいというふうに考えております。その攻撃がちょっとなかなか最後までいきらないっていうのがちょっと動きが少ないなっていうところを思っていて、まあボールは持てているんですけど、ちょっと前半からちょっともう動きを出して、まあもちろん残り5分ぐらいだったと思うんですけど、まあそこでも1点取りに行くっていうあの狙いがあって決断しました。まあ森谷高陣の動きというか、ああいうところで相手も混乱が起きてきましたし、まあそういった流れがまあ後半の流れにつながったというふうに考えています。縦への推進力だったり、まあ、元々フォワードなんですけど、あのサイドで個の能力というのはすごく練習からも発揮してくれていますし、攻撃的に行くサイドバックとしてあのチームとしても今後力を発揮してくれると思いますし、すごく期待をしております。まあ、京都府代表としてあの選んでいただいてたので、まあ、そこは本大会にも出場したかったなという思いはもちろんありますし、まあ、ただそこはもう今この情勢上あの自分たちはどうすることもできませんし、まあ、またそういう機会を得られるように来年もしっかり権利をつかみ取ってというふうには考えております。はい、今回あの会場の関係で京都でできましたけど、本当に、まあ、西京極という自分たちがホームとしているところで、まあ、試合をできるすごくいい機会なので、あのたくさんの人にせっかくなので見に来ていただきたいと思いますし、まあ、そこで結果を自分たちが出して皆さんとあの喜びを分かち合いたいと思います。まあ、ただもう全ての試合が、もちろん来週の試合も大事ですけど、全ての試合が目の前の試合が大事なので、まず一つずつしっかり勝って、まあ、関西リーグ優勝というところをつかみ取りたいと思います。ありがとうございました。ぜひ来週西京極に来てください。よろしくお願いします。勝利を収めたおこしやす京都 AC はこれで勝ち点を27に乗せました。もちろん首位を守ったわけですが、2位のアルテリーボ和歌山も勝利したので差は2ポイントのまま、残り3試合負けられない戦いが続きます。次の試合は9月5日竹菱スタジアムでのチェントクオーレ張りませんです。有観客での開催となるほか、私加護信明がスタジアム DJ を務めることになりました。観戦には事前登録が必要になりますので、おこしやす京都 AC の公式サイトをチェックしてください。
ご来場の方々には抽選でプレゼントも当たるみたいですよ。ぜひぜひ会場にお越しください。一方の神大クラブ2010は9月4日にポルベニルアスカとの対戦となっています。会場はビッグレイクに予定されています。それではまた来週お会いいたしましょう。バイバイ。